どうも、無印マニア無常です。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回はムジラーさんに聞いたもっと早く買えばよかったもの第7弾ということで、7つアイテムを紹介していきます。ぜひお買い物の参考にしていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。無常にお任せ。ヒノキ調理板薄型第2290円。こちらのまな板ですね。これの商品特徴としては、軽くお手入れしやすいようにできる限り薄くしました。包丁のあたりがよく水切れもいいと言われるヒノキを使用していますというアイテムです。これね、僕はもう数年使ってるので、かなり傷もついたり色も変わったりしてますが、購入したての時はね、すごく綺麗なヒノキの白っぽい色といいますか、でね、開けた瞬間にこのヒノキの香りがすごい、めちゃくちゃいい香りでした。今はもうね、長く使ってるので香りはすごくね薄れてますが、それでも鼻を近づけるとほんのりまだ匂いはします。これサイズが2種類あって、僕はこの台の方を使ってるんですけど、まあ使いやすいですね。まあ使いやすいっていうか、なんやろ、安心感、まあ安定感、抜群の安定感を誇っております。ムジラさんによりますと、コンロでまな板の角を燃やしてしまったりしつつ、何度か買い替えているが、20年ぐらい使い続けていると。軽くてサイズもちょうどいいということなんですね。でこちらはね、公式ホームページのレビューの方でも星が 4.3 とかなり高評価を集めております。今までこれよりも大きいプラスチックのまな板を使っていました。重くて使いづらく、測ったら 1.4 キロもありました。木のまな板を買おうと探しまくり、ヒバ素材にしようと思ったら高すぎ、それでヒノキを探していたら無印にたどり着いたと。大きさ、厚さ、お値段ともに大満足。反らないといいなということですね。反りに関してはですね、まあ若干の反りはありますが、その粉に置いて使う時にガタガタ言うみたいなことはないですし、なんかその気になるほどの反りではないですね。ずっと木のまな板が気になっていて、やっとの思いで購入。食材を切る時の音がとても心地いいです。野菜やお肉が滑らず切りやすく、お鍋に具材をスライドさせる時も綺麗に移せて、ストレスなく料理ができています。もっと早く買えばよかったと思います。やはり包丁の傷はついてしまいますが、たわしと洗剤と水で洗うようにすれば汚れが残ることはないので、お手入れは簡単。ヒノキの匂いは使用後1週間ほどで気にならなくなりましたと。そうですね、まあまな板なんで使っていくと、こういうね、包丁の傷とかは仕方ないのかなと思うんですけど、この辺はね、しっかりとね、洗剤とかで洗えば問題ないのかなと思います。いい包丁を買ったので、刃当たりの優しいまな板を探していた。いろいろ見て回ったのですが、品質と価格のバランスが良さそうなのがこちらの商品だった。買って2週間ほどですが、優しい匂いと手触りが気に入りました。ただ明るい色味の木材を使用しているためか、人参を切った時の色移りが沈着して消えませんでした。使い込んでいくうちに気にならなくなるとは思いますが、事前に注意してください。特にね、最初使い始めの時はこのまな板がね、綺麗な白なので、多少のね、食材の色っていうのは移った時はもちろん気にはなると思います。ただ本当にね、ここにも書いてありましたけど、使っていくうちにその色移りみたいなのは気にならなくなっていきますし、全体的に馴染んでくるものなので、そこはだんだんと気にならなくなると思います。まあまな板って何でもいいやんとか、100均でいいやんって思う方もね、多いと思うんですけど、このね、無印のまな板は、まあ、すごく使いやすいですし、料理するのが楽しくなるまな板だと思いますので、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。シリコン菜箸490円。こちらムズルスのシリコンスルーズの菜箸でございます。こちら無印のね、大人気シリコンシリーズの一つ、シリコン菜箸。この毛先じゃないわ、この箸先がですね、シリコンになっております。なので物もこう掴みやすかったり、フライパンとかをね、傷つけずにこう炒め物ができるというシリコン菜箸ですね。ムジラさんによりますと、使いやすくて毎日使っているということですね。これはね、僕も本当に使いやすくて、こういった菜箸ね、何個かこうキッチンの中に入ってますけど、やっぱこれが使いやすくてね、これをいつも使っております。で公式ホームページの方では星が 3.8、 買ってよかったです。塊肉をつかむにも箸先がしならないので使いやすい。食洗機で常に清潔にしておけるので、竹製の菜箸にはもう戻れませんとか、シリコン調理スプーンが有名だが確かにいい、使い勝手最高だが、この菜箸も負けず劣らず使いやすい。うちに3種類ある菜箸の中でやっぱり最初にこれに手が出る。別のシリコン菜箸を初めて使った時に重いと思ったが、だんだんとその重みが使いやすく感じてきて、その菜箸よりも軽く適度な重みで、これは本当に使いやすい。僕もね、3コインズのシリコン菜箸を持ってるんですけど、もう全然こっちの方が握りやすいし使いやすいですね。で今のようにいい評価もあるんですけど、中にはですね、ちょっと微妙という評価もいくつかあります。シンプルで洗いやすい、使い勝手のいいものと無印良品のものを使っていますが、菜箸は使いにくい、持ちにくいし長すぎるので短くしていいと思う、ぜひ改良してくださいとかですね、重くて長すぎる、掴みにくい、使いにくいため結局使い慣れた木の菜箸に戻ってしまったという感じで、ちょっと
ょっと重たいとか長いっていうね声がありますね。ただこれは何だろう、好みというか、まあ、男性の僕にとっては全然長いとか重たいとかっていうのはないですね。うちの妻もそんなになんか長いとか重たいとかっていうふうには言わないので使いやすいんだと思います。まあ、若干こう人によってはねそんな感じで使いやすさとかこう握り方とかにもよるかもしれないので、まあ、ちょっと自分に合うかどうかっていうのは一度あの店舗でね握ってみて重さ感とか使った感じとかねを試していただけた方がいいかなとは思います。でこれ本当にあのフライパンとか傷つけないからいいですよね。あと食器とかもこう卵溶く時とかもカチ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 っていうね音がせず本当に滑らかにいい感じにこう混ぜれたりするので、僕はこれも本当にねめちゃくちゃいいと思います。繰り返し使えるマスク390円、こちらのマスクなんですけど、これね今安いんですよ。普通390円なのが200円で今買えます。で僕が行ってる店舗ではこれね今99円で売ってたので、まとめてね子供たちの分も合わせて10個ぐらいね買い足しました。ちょうどねあの使ってたのが汚れたりねちょっと伸びてきた感があったりしてボロボロになってきたので、まあ、安くなってたタイミングで買い替えましたね。なので今これお買い得なんで特におすすめです。いや本当にですねこのマスクはめちゃくちゃ気持ちいい。わかるかなこの生地感、あのねすっごい滑らかなんですよ。こう顔に当たった時もなんだろうシルクっぽい、シルクは言い過ぎやな、なんて言うんですか、こうとにかくめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。柔らかい、刺激がない、僕敏感肌、刺激ダメ、刺激あかん絶対で、これは本当にね伸びもよく伸縮性が良くてですね耳も全然痛くならないです。でこれねムジラーさんによりますと肌当たりが優しくて耳も痛くならないので自分も娘も使っていますと。そう本当にねこれねめちゃくちゃ良くてうちの子供も使ってます。公式ホームページのレビューの方でも星が 4.2 ということで使いやすい形でフィット感もあると思いました。使いすぎたのか紐が緩くなってしまいました。そうですね、まあ、使っているとちょっとゴムが伸びてよれてきたりみたいな感じになっちゃうので、まあ、今本当に安いのでこちら買い替えのタイミングだと思います。子供小2男の子細身がどうしても不織布が嫌だそうでまとめ買いしています。シンプルで学校にしていっても安心。うん、うちもね保育園上の子なんですけど保育園で不織布をつけてるとちょっとこうね耳のあの際のところが紐で赤くただれてしまったりとかあったんですけど、これは全然痛くないって言ってるので、これサイズがあるんですけど下の子はちょっとねまだ S サイズでも大きいので使えないんですが、5歳の長男は普通に使えています。もともと私が使っていてとても良かったので小学生の子供に買ったところ大変気に入りました。みんなお子さんに使ってるんですね。不織布マスクが痒くなるためエアリズムマスクを経てこればかりになりました。このふわふわのマスクじゃないと嫌と言います。つけ心地が軽く夏も涼しかった。何十枚買ったか分かりません。値下げしていたのでなくなる前にまとめ買いします。みんなやっぱお子さんにも使ってますよね。 T シャツのように肌当たりがよく暑い時期でも快適、耳も痛くならない、グレーを帯びた色合いも好き。セールになっているということはもう廃盤になってしまうのでしょうか。そうね、これ気になるところそこですよ。無印のアイテムが安くなっている時はリニューアルして新しいものが出るかもう廃盤になってしまうかのどっちかのことが多いんですよね。このマスク、いやもうこのマスクなくさんといてください。無印さんこれちょっと言っとこう、これめっちゃいいんでリニューアルして出ることを願います。もうほんでリニューアルもなんかあのなんか変にリニューアルやめて、もうこれでいいね、これでいいからもうこれにしてお願い。あの色とか出たら嬉しいですけどね、黒とかね、ちょっと何種類かカラバリが出ると余計大好き。カラバリは期待しますね。いやこれなくなったらね困る人めっちゃいますから、まだ使ったことないという方はねぜひこれ使ってみてください。ポリプロピレン頑丈収納ボックス70リットル、2990円。こちらのアイテムなんですけども、これはねベランダなどの屋外でも使用できる収納ボックスとなっています。そうこれ本当にね使い道が広いと言いますか、使いやすくてですね屋内に置いてもいい、例えばクローゼットとかに置いてても問題ないですし、屋外に置いてもいい、かなり頑丈なボックスです。それからリニューアルされて形がね重ねてもずれにくいような設計に変わってます。で頑丈ボックスなのでそのまま座れるので、アウトドア用品入れといてキャンプとか行くときはもうそのまま持っていくみたいな人は結構多いですね。でキャンプとか行った先では椅子として座っておくことができると。もう子供だったらね2人座れますし、大人でも1人は座れます。これは本当使い勝手が良くてうちでもね使ってます。でムジラさんの声としては、商品名の通り頑丈で玄関先でいろんなものを収納するために使っている、アウトドアに出かけるときはそのまま持っていきますということですね。でサイズがねこれはいろいろありますので、ご自身がね使う用途に合わせて適切なサイズを選ぶことができます。公式ホームページのレビューも良くてですね、キャンプで使うボックスをセットで探していて最後に見たのが無印のボックスでした。お値段で即決、物も他と全く劣らないしっかりしたものでした。どのサイズも他のホームセンターやネットよりもお安いですよ。
ということですね。そう、これね、なんか僕のキャンプ好きの友達が言ってたんですけど、これ OEM なんですけど、他のねブランドはこれはもっと高いらしいんですよね。やっぱそのブランドの値打ちが乗るので高くなってるらしいんですよね。なので無印は一番安くてねいいっていう風に言ってました。だからこういうボックスをね買おうと思ってる方は無印が一番コスパがいいと。で最近はね黒も出ましたので、ホワイトグレーと黒と好みに合わせてね買えることができます。特にキャンプとかねアウトドアとか、よくやる方には特に人気なアイテムですね。油取り紙100円、こちら僕の動画でもね何度か紹介していますが、和紙を使用した油取り紙となっております。でこれポップアップ式という風になってて、ここ1枚を引っ張ると次の油取り紙が自然と出てきて1枚ずつ取り出しやすくなっているものですね。こんな感じになってまして、僕はどっちかというと乾燥肌なので、あんまりこう油がねすごくめっちゃ出ますとかいうタイプではないし、今はねまだ昼ぐらいなんでそんな油は出てないですね。やっぱり夏場とかの夕方ぐらいとかになると油の量もね増えますけど、まあ今はこんな感じでね可愛いもんです。もっと油欲しいぐらい僕は。でこちらムジラーさんによるとですね、使いやすくコスパもいいのでリピートしていると。そう、このアイテムはねリピートしてる人がめちゃくちゃ多い、それと売り切れがめちゃくちゃ多い。公式ホームページの方でも星が 4.6 とかなりの高評価でですね、パッケージが薄いのでポーチにも入りやすく、紙質も破けにくくしっかりしているのが助かる、見た目もすっきりしているのでポーチの中身もすっきりして見えますとか、もうこれ以外使えないくらいというお気に入りです。皮脂はしっかりと取れるのにとっても良心的、毎回10個は買って帰り在庫を確保しています。そう、もうこれねリピートしてる人が多いので、店頭で見つけた時は結構ねまとめて買ってる人多いと思うんですね。なのでちょっとこれいいなと思って買いに行っても売り切れてるのは覚悟しといた方がいいかもしれない。買いに行って売り切れてる時のねこのショックさね、あれもうねあれなんというかね、もうそれなんですよ。100均のより紙質がいい感じ、同じぐらいの値段なら断然こちらがいいです。ということで本当にこう脂性肌と言いますか、ニキビ肌と言いますか、こうちょっとね油が多い肌質の方にはもうめちゃくちゃ喜ばれてる商品です。でただですね、こうやっていいっていう評価を言ってる人もいるんですが、中にはですね、以前の商品の方が紙質が良くて使いやすかった、今の商品は雑で使いたくない、良品ではなくがっかりということで、これ以前の方が良かったっていう声がねいくつか見られました。前はねもっと良かったということですから、その状態から知ってる人からするとちょっとこう、残念になってしまってる商品なんですけど、この今の現行モデルからね使ってる方に関しては、喜んでる、評価が高いアイテムですので、気になる方はぜひねチェックしてみてください。着る毛布パジャマ4,990円、はい、こちらですね、もう毛布をパジャマにしましたっていうね、もう毛布をまとえるパジャマということで大人気アイテムなんですが、こちらの特徴としてはですね、これは2022年の秋冬に新対応サイズ対象商品ということでリニューアルしました。この生地はですねユーカリを主原料としたリオセルを使った毛布の生地で作りました。暖かく滑らかな肌触りが特徴ですと。いや本当にこれは暖かいですね。脇の縫い目や首周りのタグなど肌に当たって気になるものを取り除きました。洗濯表示のラベルが当たってチクチクすることなどもありません。ということで、もう本当にこれはね、この冬大活躍してくれるパジャマ。もうこの暖かさをね知ってからはもう手放せなくなってしまうぐらいね好きになっちゃうアイテムなんですよね。でここですね、ちょっとこれ見えにくいんですけど、この襟元ですね、襟の部分にはこうやってボタンがついてるので、ちょっと首元スースーするなっていう時はボタンをして襟を立てることもできます。あとはこのズボンの裾の方にもゴムがついてるので、こう立ってね歩く時も裾引きずったりしないですし、膝の方にねまくり上がるのを防ぐっていう風にあるんですけど、僕はよくもう毎朝起きたらね膝ぐらいまでまくり上がってるのがよくあります。まあでもこれはもういいよ、絶対もうこれは買った方がいい。ムジラーさんによりますとですね、暖かくて手放せません、お気に入りですということで、公式ホームページの方もですね星が 4.3 と。あ、ただねこれリニューアルしたんですよね、2022年か去年か。で僕がもう買ったのは2021年なんですけど、その時よりリニューアルした今の方がね生地がね若干薄くなってます。ちょっと店頭で見た時に、あ、生地薄くなってるっていうのがもうパッて見て分かったぐらいの感じだったんで、まあ、もしかしたらこれがちょっと分厚すぎたっていう声があったのかもしれないですね。それとポケットがねこの2021年モデルはついてなかったんですけど、2022年のモデルからはポケットがついています。これはなんか無印さんの方でもお客様のね声を集めたみたいで、もうほとんどの人がポケットを絶対つけてくれっていう主張だったのでポケットがついてます。ただ残念なのが後ろに、お尻のところの後ろにポケットが1個ついてるんですね。僕はもうこの前に2つ、前というかこの脇、普通のズボンのポケットみたいに脇にね2つつけてほしいんですよ。それと胸ポケットね、もうそれぐらいポケットあった方がいい、絶対に。だってリビングにおって
寝室行こうと思って携帯持って、あちょっとお水飲んで行こうと思って台所寄って、この携帯どこ置くので、結局なんかキッチンのどっかに置いて、で水飲ん で、そう忘れることもあるかもしれんし、もうとにかくこのポケットあったらそのまま入れれるやん、なんでポケットないっていうストレスをね、この2021年モデルを着てる僕はね毎回感じております。つけたろかな自分でポケット。すごく暖かくて布団乾燥機が必要ないくらい、ダークグレイが在庫なくそれだけは残念でした、とか、寒いのが大嫌いなので私の分と旦那の分も一緒に購入しました、旦那は暑いというほどこの肌触りの良さと暖かさですぐに眠くなるそうです、節電にもなり周りにもお勧めしています、カラーが他にもあればいいなと思いましたがとにかく大満足しています。そう、確かにね、これお風呂上がりとかにすぐ着たらもうめっちゃこう暑くなってきますね。ちょっとこうクールダウンしてから着るようにしてます僕も。寝ている姿が冬眠中のクマと笑われた、肌触りがよく満足しています、ということで結構ね皆さん喜ばれております。でカラーバリエーションはダークグレーとグレイッシュブラウンの2色ですね。まだまだね寒い日が続きますので、今からでも全然遅くないと思うので気になる方はチェックしてみてください。ホホバオイル890円、こちらのホホバオイル、これねサイズが3種類ありまして、 50ml、100ml、200ml と3種類のラインナップになっています。で初めて買う時とかは特にねこの 50ml でいいと思いますし、僕は常にこの 50ml を買うことが多いんですけど、これだとリュックのポケットとかねカバンにすっぽりと入るんですよね。でこれ本当に使い道が多くて、ハンドクリームとして使える、でもちろんね普通のハンドクリームあるんですけど、ハンドクリームってやっぱ若干こう塗った感があるものとかもあるじゃないですか。でもこれは本当に 100% のピュアオイルなので、塗った後のベタつき感っていうのが全くなくサラッとするんですね。でその割にしっかりと保湿もできるし、ちょっとこう乾燥してるささくれなんかとかね、爪の周りとかもしっかりと潤いをチャージしてくれます。そういった意味で外出先でも使えるし、もちろん全身顔とかにも使えますし、僕はねこれ髪の毛セットするとき、ドライヤーで乾かした後ちょっとこうツヤを出すのにこのホホバオイルを手にちょっとつけてね髪の毛になじませたりしています。あとはお子さんとかね顔が乾燥してるなっていう時につけてあげることもできるし、まあ、この今のね真冬の季節なんかはねこの腕とかも結構乾燥したりするので、もちろんミルクみたいなねとかボディクリームとか塗ってもいいんですけど、まあ、こっちの方がねサラッとして馴染みが早いと言いますか、変なベタつき感とかもなくね、もうパパッとこれを使っちゃうことの方が多いです。なのでそういう意味でまあ真冬は使う機会が多いので 100ml とかでもいいかなと思うんですけど、なんか使い分けた方がいいかなと思うぐらいこの 50ml はねかなり重宝します。でこれはねこの間ローソンでおすすめのアイテムも紹介しましたけど、ローソンで買えるんですよね。だからちょっとあ切れてなくなるなとか、無印近くにないなっていう方でも、お近くのローソンで無印扱ってる店舗だったら買えますので、ぜひねこれチェックしてみてください。で商品特徴としてはホホバの種子から絞ったオイルを化粧用に精製しました。肌なじみがよくサラッとした使用感で、保湿やマッサージ頭皮のお手入れに適しています。無香料無着色アレルギーテスト済みというアイテムになっています。でムジラさんによりますと、ずっとリピートしています、ベタつかずしっかり保湿されるということで、確かにねこれは本当にリピートしてる人がめちゃくちゃ多いアイテムですね。公式ホームページの方でも星が 4.5 ということで、私は髪の毛先がパサつきやすいのですが、タオルドライした後ミディアムヘアの私で3滴ほど毛先を中心になじませてからドライヤーをかけています。ベタつかないのに潤っていつも髪がツルツルになります。お試しで小さいサイズを購入しましたが、次回はもっと大きいサイズを購入してみようかと思います、とか、前回購入した時は古臭い匂いがして嫌でしたが、今回の購入品は無香で嬉しいです。匂いの違いはなぜでしょうか、気になります。ああそうなんや、そういうのは感じたことないですね。もしかしたら個体差と言いますか、これね無印の方にお話聞いたところ、天然系のものとかにこだわると、その年その年にね取れる素材そのものにちょっと違いが出る時があるみたいなんですね。なのでその年に作られたものはもしかしたらそういうちょっと匂いがあったものなのかもしれないですね、まあ、そういうね個体差はなるべくもちろんない方がね絶対いいんですけど、そういうのが理由なのかもしれません。乾かす前につけて乾かして寝るだけで朝起きてもサラツヤ髪で嬉しいです。結構ね髪の毛に使ってる人多いですね。髪の乾燥がひどくこちらのオイルを購入しました。ベタつきもなく髪や全身に使っています。いい買い物でした、リピ決定です、ということで、本当に全身に使えますし、まあ男女ともね髪の毛ちょっとこうツヤっと綺麗なまとまった髪に見せたい時とかはね本当に使えますので、万能オイルとしてぜひね使ってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はムジラさんに聞いた無印でもっと早く買えばよかったもの、こちらを7つ紹介してきました。ぜひ気になったアイテムがあった方はチェックしてみてください。このチャンネルは無印マニアの僕が様々な無印のアイテムをねレビューしていくチャンネルですので、無印好きな方は見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。それからねぜひ皆さんが無印でもっと早く買えばよかったなって思うもの、こちらもどんどんコメントとかに書き込んでいただければと思います。皆さんのね買ってよかったものは他の人のお買い物の役にも立ちますので、どんどんねあの動画
場で使わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。また公式 LINE の方もやっておりまして、そちら限定のコンテンツだったり企画の協力を投げかけさせてもらったりしているので、よかったら概要欄の方チェックしてみてください。それでは2023年も1年間どうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。